東京優春第74回東京優春1着で入選するウオッカと4位養分第74回東京優春は2007年5月27日に東京競馬場で施行された競馬競争であるウオッカが史上3頭目の頻馬による日本ナービー優勝を果たした同年のボバクラシック第1弾であるサツキ賞はビクトリーが優勝した また前年の阪神ジュベナイルフィリーズ優勝、大賀賞2着のウォッカが、頻馬としては1996年ビーは廃ジ以来のダービー出走を表明していた。また、竹豊が、レース直前にアドマイアオーラの騎手を降板させられるという事態が発生し、それまで密月だった馬種の近藤リーチとの決別が噂されるなど、波乱ムードが漂っていた。レース前の人気は、 前走の札幌賞で三着に敗退したとはいえ、東京コース前賞で、札幌賞でも見事な末、足を見せた不採地方王が一番人気であった。日本中央競馬会を監督する、農林水産省の長である、松岡都勝農林水産大臣の招待を受けて、後退し、なる人新郎が日本では初めて競馬を退覧した。競争の前には、東京競馬場に併設されている。 JRA 競馬博物館の特別展も観覧している。また、聖賞である内閣総理大臣賞を授与するために、第69回東京優秀以来5年ぶりに競争時の内閣総理大臣である安倍晋三も来場していた。レースは浅草キングスが花を奪い、有力どころではアドマイヤオーラがややかかり気味に前に行ってしまい、予想通り、不採地方を、ウ岡は控えた。 意外であったのは、前で競馬をすると思われたサツキショーバビクトリーが、出遅れて後方からスタートしたことである。しかし、第二コーナーあたりから出遅れたビクトリーは先段に、取りつこうと前の馬をかわしていった。すると、これに触発されて一番人気の不再地方王が、かかってしまい、前の方へと行ってしまう。一方のウオッカは、前方に馬を置くことでかからずに、 後方で待機することに成功した。レースは、浅草キングスが、戦闘のまま進み、直線に入るがビクトリーは伸びず、ふさい地方をアドマイアオーラも、バグンの外を回って、ようやく追い込み体制にはいるのがやっと。後方待機で、自分の競馬に徹していたウオッカは、直線の真ん中を突き抜けて行き、一気に、先頭の浅草キングスをかわして、ゴールイン。二着は、 浅サクシャキングスが粘って残り、3着には左に右へと射光しながら、ようやく追い込んできたアドマイアオーラであった。この車高が原因か結果かどうかはわからないが、アドマイアオーラは、その後、骨折していることが判明した。一方、一番人気の不斎地方王も、同様に射光したこともあってか伸びきれずに後続にも、かわされて7着と破れた。 優勝機種である4位広文は2年前の天覧競馬に習い、入選後、スタンド前まで来て、馬上から脱帽し、再敬礼を行った。一着入選後、レースを退乱した後退しに再敬礼する勝利機種、4位広文データ、非常馬が故障した場合を除き、競争後に、コース内で機種が下馬することは、JRA 競馬施行規定第8章第106条3及び、 1> 第1 2 0条により禁止されている。2005年10月30日の第132回天皇賞で勝利した松永美紀夫もこの規定に従い馬上で再敬礼を行っている。これに対し2012年10月28日の第146回天皇賞の勝利機種ミルコデムーロは一旦下馬してひざまずいて再敬礼を行った。 こちらは一応審議対象となったが、天皇、皇后に対する敬意を汲み取り、デムーロに対する処分は課されなかった。ありがとうございます。